ルバムのタイトルはこちら、ロックバンドネイバーズ。はい、はい、全部大文字で英語表記でございます。はい、こちら不屈の仲間同胞たちという意味でつきました。ロックバンドってその強固なっていう意味があって、その岩に囲まれても何者にもこう壊されないっていう意味があって、でネイバーズっていうと直訳すると隣人、まあ、すぐ近くにいるっていう意味なんだけど、なのでそのそばにいる人たちっていうのは、まあ、とにかく大事な人だったり仲間じゃない。だから同じ意志を持ってどんなことにもこう負けないよっていう強い意志を持った仲間たちってい う、 こうちょうどライブユニオンを経て出るアルバムだから、そういう絆を感じられるようなアルバムにしたくて今回このタイトルにしました。はい、なので皆さん覚えてくださいね。はい、しっかり皆さんツイートしてください。お願いします。そのアルバムには任天堂 3DS PSP 用ゲームソフトアンチェインブレイズエクシブの主題歌リンケージ、そしてただいまテレビアニメトリコのエンディングテーマになっておりますラブリーフルーツも収録されますが、はい、こちらのラブリーフルーツを来週のスマギャンでフルオンエアします。こちらもぜひ皆様お友達などにもお伝えをお願いいたします。皆さん聞いてくださいね。はい、ちなみにアルバムの初回限定版には先日の京都国際漫画アニメフェア2012水木奈々平安神宮奉納公演蒼月の宴、こちらのライブの模様を収めたブルーレイ DVD もついてきます。おー、絶対。はい、ぜひチェックしてください。はい、そして次なるライブも決定しております。はい、来年2013年1月